さんこんにちは、プラスアミューズです。今日はですね、目薬の木光ってる、大丈夫かな、光ってるか見えてるか見えてるか、目薬の木、はい、噂には聞いたことありますが、はい、はい、目薬の木なんです。目薬の木があるんですね。目薬の木があるんですよ。目薬の木って黒田官兵衛っていてるでしょ、うん、この黒田官兵衛のおじいちゃまが、うん、この目薬の木を見つけて、っていうことは日本にあるんですか。これ日本のやつなんですよ。日本にあるんです。あ、ちょっと私もど忘れしたんですけど、中部地方というか、あの信州とかあの辺にあるんですけど、はいはい、まあ、もしかしたらその辺にもあるかもしれないです。日本にあるってことはその辺でも、もしかして、ね、はい、日本の山はまあ似たようなもんやもんね、はいはい、でこれはちょっと配合してるのであれなんですけど、うん、通常目薬の木だけ煮出すと真っ赤なんです、うん、真っ赤なお出汁が出るんですよね。ってことはやっぱり、はい、ここです、肝、ね、肝の血を、はい、増やしてくれるんですか。そうなんですよ。で、大きい製薬会社の目薬って、うん、物もらいのやつって赤くないですか、目薬の色、うん、赤いやつある、はい、だから今でも目薬の中に入ってるそうです。で、この目薬の木で、その官兵衛、あ、じゃあ黒田官兵衛のおじいちゃまが人財産を築き張って、うん、で黒田官兵衛が活躍できたっていう、うん、そうなんですよ。そういう裏話がね、ちょっとさ歴史大好きです。そうなんですよ。なのでその辺には売ってないんですけど、うんうん、またね、必要な方は言っていただいて、でもまあここなんか高砂なんとか会社っていう、見えるかな、これね、ここに売ってるみたいです。そうね、本当になんか木くずが入ってるって感じ、はい、木なんでね、目薬の木なんで、うん、私がよくしてもらってる漢方薬局、韓国の漢方薬局じゃなくて漢方薬局のお母さんからいつも買ってるんですけど、うん、赤いんですよ。へー、これね、ごめんなさい、これはちょっといろいろ混ぜてるんで、うん、あれなんですけど、飲みやすいようにね、うんうん、あ、でもご飯と一緒に飲めるレベルやね、うん、そうです、そうです、まあ、それを配合して私作ってるんですけど、うんうん、まあ、途中だとか一緒に入れたりとかしてるんですけど、うんうん、もうなんといっても赤い汁なんですよね。そこが魅力的、うん、はい、なのでちっちゃい子から、うん、おじいちゃんおばあちゃんまで、うん、目は大事じゃないですか、うん、見たいしね、はい、でこう脳の処理は目からの情報が 80% ってね。あ、そうやね、見た目ね、大事ですよ ね。目ってね、先生言ったみたいに肝、うん、肝の血で使用されてるってね、はい、書いてあるから、はい、この間のね、人参のね、うん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 、目にいいよってした時にすごい反響を受けて、ね、反響あったんですよ。なんか皆さんやっぱ 目疲れてはんのかなってね、まあ、パソコン見たり、うんうん、スマホ見たり多いからね今こう、うんうん、もう本当に目の養生はやっぱりしといた方がいいと思うので、薬、うんうんね、の木があって、はい、日本のものです。そこがまた心をくすぐる、はい、しかも目薬の木ってそのまんまですよ。面白すぎる。すごくないですか。見に行きたいわ、目薬の木、ねね、これが目薬の木ですみたいな。でもなんかちょっと知り合い辿ってみます、私、農家さん、ね、誰かご存知の方、ね、一報ください。私たちは遠足に連れてって、はいはいはい、目薬の木、はい、目はね、やっぱりその目からの情報っていうのがほとんどなの で、うん、やっぱりその、うん、まあ、弱視の方とか目が悪い方とかは手がね、目の代わりになってるんで、うんうん、手を動かすのもやっぱり血が必要なので、うん、やっぱり血を増やす、貯めるっていうのはすごく大事、うん、はい、ですので、目にいいっていうものを、うん、まあ、私たちの参考にしていただければいいかなと思います、ね、あのこれを飲まなきゃいけないってことではなく、ね、そうです、はい、あの興味があったら、はい、人参でお口に合うかどうかというのもね、 あるので、その通りです、うん、はい、ぜひぜひ、はい、はい、はい、では今回もこの動画をご覧いただきましてありがとうございます。この動画が良ければチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。また来週。